ファルサルスの戦い、ファルサルスの戦い、ファルサルスの戦い、イ、ベタリア・ディファーソロは、紀元前48年8月9日に、グナイウス・ポンペイウスらの元老院派と、ガイウス・ユリウス・カイサル率いるカサル派の間で行われた戦いである。なお、表記はギリシア語表記で、マヒトン・ファルサロン、ラテン語表記、ファーセラスからファルサルスの戦い、ファルサルスの戦いとも呼ばれる。 ローマ内戦中の最大の激戦となった戦闘であり、カエサル派が元老インパを破った結果、カエサルはローマの覇権確率へ大きく前進した。紀元前四十九年一月十日、カエサルがルビコン川を越えてイタリア本土へ進攻すると、ポンペウスと元老インパ議員はギリシャへ向けて撤退し、防衛のために軍備を整えた。カエサルはこれを覆う前にヒスパニアや マッシリア、ゲン、マルセイユといった、元インパの勢力を叩いて、地中海災域の安定化を図った、マッシリア包囲戦、イレルダの戦い。カエサルは、西方族州のポンペウス勢力を抑えた後、ギリシアに拠点を置くポンペウスの本軍へ目を向けた。ポンペウスは、大部分のローマ族州と同盟国に支えられた、優勢な軍勢と大量の艦隊を保持していた。 紀元前49年から紀元前48年の冬、カエサル軍と少し後を進軍していたマルクス・アントニウスの軍はアドリア海を渡り、対岸のデュッダキウム、ゲン、ドゥラスで元老院派軍を包囲し、一方のポンペウスは補給船を立つことでカエサル軍が飢えることを狙った。カエサルはデュッダキウムの陣地を強襲するが失敗に終わり、テッサリアに追い込まれた。 ユッダキュの戦い。言動陰派軍はこれを追跡し、両軍はファルサルスで退治した。言動陰派の軍は数では圧倒的であったが、経験でははるかに及ばなかった。ポンペウス自身は食料と資金不足で今にも陣営が崩壊しそうであったカエサル軍に対して時間を稼いで豆滅させるべきと考えていたが、ポンペウスの意見に賛同したのは、 海軍の指揮を取っていたマルクス・ポルキウス化と、消化と程度に止まり、元老院派の大半は弱っているカイサル派との決戦をポンペイウスに迫った。中でも、マッシリアで敗退したルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスは、戦闘を避けている王の中の王、アガメムノン、共に独裁者の意味とポンペイウスを罵り、イレルダで敗退したルキウス・アフラニウスは、 ヒスパニアで敗退した時には買収されたと弾劾されたのに、その自分を買収した商人、カエサルを相手に戦わないのかと迫り、ポンペイウスはカエサル軍との決戦を決意するに至った。元老院派はすでに勝利を見越して、メテルス・スキピオやドミティウスらは感触をめぐって言い,い争いを始めたほか、マルクス・トゥリウス・キケロは、 人影内を求められもしない冗談を今わる始末であったが、決戦前に、元老院派の騎兵部隊司令官、ティツスラビエヌスが会議で勝利を得るまでは戦場を離れないと決意を述べて、元老院派は戦意を再び引き締めるに至った。この時カイサルが保有していた軍団は、以下の通りであった。第9軍団などのカイサル子外の兵士たちは、 ッダキウムの戦いやそれ以前の戦いで無様な敗北、銀は仕端を奪われるなどの多くの失態を犯していたが、あえて返さるは罰しなかったため、職業軍人としてかなりの恥辱を感じており、それを挽回しようとかなり息が上がっていた。双方の指揮官は敵軍の側面をついた側が勝利できると認識しており、双方とも側面の攻撃と防御に注力した。 カエサル軍は、エニペウス側を左翼として布陣し、安全を確保したため、カエサル軍右翼の攻防が焦点となった。カエサル派は、川沿いの左翼部隊の指揮を、マルクス・アントニウス、中央部に、グナイウス・ドミティウス・カルーイヌス、再生への第10軍団を中心とした、右翼部隊はカエサル自らが指揮取り、プブリウス・コルネリウスすらに一部の部隊を任せた。また、 老動陰波左翼部隊の中核を成す、騎兵部隊に対抗するために、コホルス六個大隊から構成される予備の第四戦列を右翼隊の後方へ配置した。元老院パは、ポンペウス自身がアントニウスと相対する右翼を担当、優勢な騎兵による側面攻撃を起とし、正面にメテルススキピオ式下の軍団兵、左翼に騎兵及び、 投石兵と旧兵を配置した。原インパ軍の左翼は、ドミティウスが率い、左翼部隊の中核となる、騎兵部隊は、カエサルのレガトゥス、総督代理を、長年務めてその戦略をよ知っていたラビエヌスが指揮を、取った。戦闘はまず正面に配置された、軍団兵同士の間で開始された。ポンペウスは、カエサル軍を披露させるために、 自軍の兵士に突撃しないよう命じていたが、各国からの寄せ集めの軍であったため命令が的確に伝わらず混乱が生じた。カエサル軍のベテランの軍団兵たちは、両軍の中間まで突撃したが、そこで、元老院パ軍の異変に気づき、ポンペウスの罠を察知して停止し、重層不評による攻撃から、軽不評による遠距離攻撃に切り替えた。 カエサル軍右翼部隊の小隊長であったカイウス、クラッシアヌスは、死のうが生きるが、今日はカエサルから褒美がもらえるだろうと叫んで、元動インパの兵士を多数切り殺したが、最後は敵によって刺し殺された。元動インパ軍左翼のラビエヌスは、騎兵を率いて突撃し、カエサル軍の騎兵を撃退して、コホルス六個大隊から構成される第四戦列とぶつかった。このカエサルは、 自軍の投げ槍兵に、騎兵に対して踏みとどまり、ピルム、槍を投げたり、足やすねを狙うのではなく、騎兵の顔や目を狙って、直接突き刺すように命じていた。この攻撃を嫌った、原インパの騎兵はあえなく崩壊した。第四戦列はそのまま前進して、原インパ軍に、側面攻撃をかけ、さらにカエサルは、予備の第三戦列を前線に投入した。 二方向からの攻撃を受けて、ポンペイウスは敗北を悟り、エジプト方面へと逃走。カエサル軍は元老院パ軍の陣地を襲い、生き残った元老院パ軍の指揮権を掌握した。ラビエヌスやメテルススキピオ、デュッダキウムに残っていた昇華島らは、アフリカ族州ウティカへと逃れたものの、ドミティウスはこの戦いで打ち死にした。ポンペイウスはエジプトへ逃れたが、 ルキウス・コルネリウス・レントルス・クルスと共に暗殺された。ブルンディシウム、ゲン、ブリンディシ近郊の艦隊を率いていたデキムス・ライディウスやシリア属州の艦隊を率いていたガイウス・カシウス・ロンギヌスらは、軍と共に、カエサルに降伏、キケロやマルクス・テレンティウス・ウアロ、マルクス・ユニウス・ブルトゥスも、元老院パを捨てて、カエサルに投降した。プルタルコスは、 ポンペイウスとカイサルが協力して七万の軍を率いて、進軍するならば、パルティアの旧兵でも、スキタイの騎兵部隊でも、インドの富をもってしても対応できなかったであう。腐敗の将軍であった両者の間にかつてあった、友情も所詮は、真の友情ではなかったと記している。この戦いから名を取ったものに以下がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。